台湾政党株式会社は、日本統治時代の台湾に創立され、台湾最初の新式政党工場を建設した政党会社である。台東株式会社は、台湾政党の後ろ身で、かつて、東京都中央区に存在した株式会社である。台湾政党初代、校長関武智直道台湾総督府第四代、総督、小玉玄太郎及び、民政長官。 後藤新平は台湾植民政策の中心を産業振興並びに経済の資本主義的発展に置き、そのまた中心を東京省令に置いた。そのため台湾に新式政党会社を設立することを企画した。彼らは財界有力者を進む説して井上薫の政治的勢力の講演のもと三井財閥。 モ利リーその他株主数95名をもって1900年12月に設立された。設立当初の資本金は100万円であるが、そのうち1000株は、宮内省が出資している。発起人に、鈴木藤三郎、山本定次郎、ロバート W アーウィン、増田隆田島忍、上田康三郎、竹地直道、長尾三十郎。同社は、 台南県橋小頭省に台湾最初の新式機械製造工場を建設し、1902年1月創業を開始した。台湾総督府は同社に対し、1900年中に1万2000円、翌1901年には5万5780円の補助金を交付している。同社の資本金の額に比べてみると、額の大きさが注目される。 台湾政党株式会社の設立をきっかけとして、その後、1903年12月に、塩水港政党株式会社が、1906年12月に、明治政党株式会社がそれぞれ塩水校長に、設立されている。また内地に、本社のあった、大日本政党株式会社も、1906年に12月に、台湾へ進出している。これに対し、 台湾製糖も1921年7月に福岡県荒木町に九州製糖工場を竣工、台湾で製造した原料等を神戸、九州の2工場で生成する体制を築いた。1946年7月に内地部分については新日本工業株式会社を設立し、10月に大東食産株式会社へ称号を変更した。 1950年には、大東株式会社へ称号を再変更、また、台湾政党の内地にある、神戸工場、営業倉庫などの残余資産を継承した。2005年4月、同じ三井グループの政党会社である、新三井政党株式会社と株式会社、KS と合併し解散した。新三井政党株式会社は、 三井製糖株式会社と社名変更した。九州工場は大戦末期の1943年に森永製菓に譲渡され、戦後は醸造工場として製酒や焼酎を製造。副特徴種類本社工場となった現在も台湾製糖時代の建物がそのまま使われている。なお、台湾においては上記の台湾、塩水港、大日本。 明治の政党会社4社の台湾における資産を国民政府が接収、合併させ、1946年5月に台湾統京講師を設立させている。台湾でも通称台東と呼ばれている。ありがとうございます。